の反応を受けてオンラインで新しい要素を追加したいと考えたことはありますか？ですね、毎回、皆さんとお会いして、まあ、いろんな話をすることに、やりたいことはあるんですけども、それをやるとですね、次のタイトルが作れなくなるので、苦渋の選択ということで我慢しながら次の制作を行っています。就是跟 user 之间有交流，那他也打算呢将跟 user 的意见反映在他下一个新的作品上面，那请大家拭目以待。哇，那真是太棒了，相信大家也都相当的期待哦。那我想呢，各位粉丝朋友都知道，我们小岛先生最大的兴趣其实就是电影咯。那其实呢，小岛先生他自己哦也常常透过 Twitter 呢和我的粉丝们来交换意见哦。那不知道呢，我们火箭棒桑是否曾经因为这些意见而激发出制作游戏的灵感呢？小島監督への質問です。小島監督はツイッターのファン、ツイッターでファンとコミュニケーションを取っていますので、その中にゲームの制作のインスピレーションを受けたことがありますか？ツイッターこれで今もやってるんですけど、インスピレーションというよりもですね、いろんな意見交換とかですね、こういうアイデアがあるけどどう思いますかとかということと、あとはやっぱり皆さんから元気をいただけますので。これ欠かせない、ツイッターは欠かせない。で、特に台湾のユーザーの方は日本語が分かるので、すごく深い交流ができていると思います。はい、これからもやりますんで。小岛先生手上的话就是随时随地都在 Twitter， 他是碰与其说他可以在就是对他的游戏制作有一些灵感，那比起上来是在这上面呢，他可以得到大家的许多意见。那尤其是这个台湾的玩家朋友们呢，其实很多都懂日文，其实都给他都非常多意见。那除了意见之外，其实最重要在 Twitter 上面，他可以感受到大家给他的鼓励以及支持，让他继续做好的游戏。OK， 欢迎周立刚大哥玩家的小伙伴，それとこれこのゲームだったなら一緒に対戦したことありますか？小島監督と一緒に、私がメインの役をして館長のモーションキャプチャーの時に、ね、小島監督もモーションキャプチャーをしましたね。はい、あの時が印象的です。在我跟小岛监督一起工作的经验当中呢，就让我经验印象深刻，就是在我们KNGN Core的时候呢，我们有一起去参与那个动态捕捉的那个演，当中的动态捕捉的那个演员的角色，那当时的小岛监督他自己也有参与在其中。普通はですね、監督っていうのはあんまり作品には出演されないんですけど、ね、小島監督は演技がすごい上手ですから。もうすごいなと思います。これからどんどん出てほしいなって思います。那一般的电影的导演呢，他知道他不太常会自己在自己的作品间露面。那可能导演的话，一般人会觉得他演技可能没有那么好吧。可是当时的小岛先生的这演技给我留下很深刻的印象。我相信他一定也有这方面的天分。で、演じない役はザボスです。那我本人想要担任的这个声优呢，其实是这个 NGN 系列作品里面的这个 The Boss。ちょっとやってみます。ザボス、やってみますか？那我们的 Snake 那个接下来呢，小岛监督要扮演我们的 Snake， 那我们的吉地洋美桃姐呢，在这边当场为我们挑战的 BOSS 这个角色。哎，动手！不是。僕は出たいわけじゃないんですけど、ヒッチコックっていう監督がいまして、アルフレッド・ヒッチコックね。で、彼は自分の映画にエキストラで絶対出てたんです。で、僕もそういう感じで出ようと思いまして参加してたんですけども、ちょっと悪乗りを進みましたんで、最近はあんまり出ないように心がけてます。なんですけども、ピースウォーカーは出るとしたらですね、何がいいかな、ガルベスの右腕、もしくは、ボーカロイドみたいな AI だし。那就刚刚他有提到，就是说，其实这个导演就是不应该常常要自己演，那他也尽量就是尽量不要就是进到自己的作品里面。但是他很欣赏的这个导演永成泽导演呢，也是常常在自己的作品里面出现啊，所以
有机会的话，他还是会参与讲的。那如果他要在 Peace Work 里面演出声音的话呢，可能就是那个 AI 人工智慧的那个哇的声音，他希望能够有机会来演演看。那请大家拭目以待哦。非常にこう、僕も好きな世界観を持ったゲームなので、大切なゲームではあるんですけども、あのプレッシャーというよりですね、カッスルバニアっていうのは日本でいうと悪魔城のドラキュラなんですけども、日本で売れてたんですけども、ここでやっぱりカッスルバニアを世界的にワールドワイドに売りたいということで、そちらに、まあ、シフトするにはどうすべきかというのを考えながら、作ったというのは本作です。だからまあプレッシャーというよりも、海外で売れるカッスルバニアをどうすべきかというのを考えながら、やりました。想到田中他表示呢，当时他这个到就是进到空档米这间公司工作的时候呢，其实他是一个电脑工程师进去的。那其实这个恶魔城这个系列作品，其实就刚好在他隔壁的部，就是的地方在进行作业，所以对他来说，这是一个非常有深刻感情的一项作品。那他感到，与其说他感到压力，他觉得要怎么样让这一个恶魔城系列的作品让全世界都能够感受到这个作品它精彩的地方，要怎么样去呈现，是他其实是比较烦恼的地方，这样。哦，那相信呢，大家都有感受到我们《恶魔城》这个游戏的精彩啦。哦，那接下来的这个问题呢，要请问一下菊地小姐喽。就是呢，我们其实知道菊地小姐有参与《恶魔城》的配音工作，那在担任呢《恶魔城》的配音工作，跟在担任 MGS 的配音，两者呢最大的不同，或者是最困难的地方是在哪里呢？菊地さんへの質問です。カスルバニアでローラ役を担当されたと思いますが、それとサンディアソニックのキャラクターを演じるのが一番近いのは何でしょうか？いつもメタルギアソリッドはですね、大勢の役者さんと一緒に台本を見て先に声を録音するんですよね。音声だけを先に取って、その音声をもとに動きをつけていくというのが普段のやり方です。那一般呢？我之前在参与《Peace Walker》的或者《Metal Gear Solid》系列的作品的录音的工作的时候，都是找来一大群声优，很快乐的一起看着剧本，然后呢录音，录好了以后再由小岛先生他们来用我们录好的音乐来制作的过程的动画。だけどこのキャッスルバニアは最初に映像と英語の音声があり、それを聞きながら見ながら映像を見ながら日本語でセリフを当てるので、吹き替えですね。それがちょっと難しかったです。那就是我们所面对这个《Castle Mania》的这个游戏了，因为它放到我们手上来的时候，已经有了英文版的配音了，所以等于说我们必须要听着它的英文原音来思考说要怎么样配一个世界的日本语的日文的配音上去，这个是比较困难的地方。そうはいますね。見てくださいね。那希望呢，小岛先生以后也不要坚持说我自己的作品我不出现的这个原则，要多多参与我们的，不管是声优或者是剧里面演出的配乐。